どうもこんにちは、メグです。本日の動画はダイソーの新商品を使って冷蔵庫を見直して収納を紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速スタート。今回紹介するのはこちらの4アイテム。まず紹介するのがこちら、ACE冷蔵庫収納トレイ引き出し式。こちらは200円商品になります。 SNS でもついに100均で出たかと話題になっている商品になります。そしてこちら冷蔵庫収納トレイクリップ式というもので、こちらは100円になります。楽天でもね、こういうケース売られてるんですけど、確か1000円以上したんですよ。だから私も買うのどうしようかなって悩んで、結局買わなかったんですけど、なんと似たものが100均で買えるという、これ絶対人気商品になると思います。というかもうすでに人気です。サイズは200円商品の方が 20cm×15cm×7cm、小さい方は 16×15×6cm のものになっています。もうやっぱ取り付けるんだったらね、大きめの方がいいのかなと思います。両方とも幅約 1.1cm までの棚板に取り付け可能と記載されてます。こちらは 1.1cm 未満の棚板だったら冷蔵庫以外にも使っていただけると思います。まあ、今回は冷蔵庫に使おうかな。こっちは棚板にかけたらこうね、トレイを引き出せるタイプになっていて、こっちの小さい方はこのクリップでね挟んじゃうので、このクリップごと引き出すというものですね。続いてはこちら、仕切りにもなるドアポケットスッキリケースというものになっています。こっちの方がちょっと大きくて耐荷重 500g、 こっちが少し小さくて耐荷重 400g となっています。使い方としては似たような感じで、このね写真のように縦に使ったりとか、あとはクリップを付け替えてこう横向きにも使用できるというものになっています。ではね、早速こちらを使って冷蔵庫を見直しながら、収納用品なんか紹介していきたいと思います。今が全体で見るとこんな感じです。ではまずこっちからね、入れてるものとか収納アイテム紹介していきます。ここはタレとかドレッシングとかが入っていますね。ポン酢とか、これはセリアで買ったやつですね。ここね、マヨネーズ類を立てるものになります。ここにね、ちょうど入るんですよね。こんな感じ。今は一番上にヨーグルトが入っていて、このねセリアのケースにわさびとか入ってます。2個で100円でした。でここがチューブ類、これも100均、セリアとかダイソーで売ってるやつですね。でこのね奥には練乳とか、あとはコチュジャンとか甜麺醤とかね、蜂蜜とか入ってます。こんな感じで仕切られているケースになっています。真四角なので無駄なスペースを作らず置けます。で、ここにはセリアのケースを置いています。奥行きがポケットの奥行きに結構合っていて使いやすいです。中にはチーズが入ってます。これなんだ。あ、これはチーズの袋ですね。賞味期限が分かんなくなるので一緒に入れています。まあ、書けばいいんですけど、書くのがねめんどくさいので。これ結構開け閉めしやすいし使いやすいです。同じセリアで買ったこういったねチーズケースもあったんですけれども、やっぱりさっき紹介したやつの方がね使いやすいです。で続いてはドリンク類と、あとちょっと入りきらなかったドレッシング、これも入りきらなくて置いてますね。チョコレートで、ここにねこういったケース置いてます。これもセリアで買ったやつです。こうやってねかければ仕切りにもなるっていうやつですね。ちょっとここだと不便だからね見直したいですね。続いては上段のスペースです。この3つはセリアで買ったものになります。ここにもねチーズ入れちゃってるんですよね。しかも期限が分からなくなっちゃってる。これもね悪くはないんですけど、やっぱりさっきのやつの方が使いやすいですね。あとこれちょっとね蓋がね閉めにくい。でこ
これを買ったから、これをね、ちょうどいいから使いたいなと思って買ったんですけど、全然活用できてないし、ちょっとこれ入れたの忘れてて腐ってる。これ撤去しよう。で、これが小麦粉と片栗粉です。ニトリのケースですね。こっち開けると、広くてね、スプーンここですり切れるので、すごい使いやすい。で、反対側が、こうね、パラパラパラって出せるタイプになってるんですけれども、あんまりね、綺麗にパラパラってかけれないかも。バッて出ちゃいます。ただこう入れた時に中何入ってるか見えるし、色でなんとなくね、小麦粉、片栗粉ってわかるし、ここにちょうどいいからすごい気に入ってますね。もう一個欲しいです。パン粉用にね、もう一個欲しいですね。で、これはどこで買ったかな？ひなたライフさんで買った、ホーローのケース。ここには味噌が入ってます。蓋外してそのままね、パコッと入れるだけなので、めっちゃ便利ですよ、これ。しかもね、ホーローだからめっちゃしっかりしてるから、長く使えそう。あとハンドルもね、結構がっつりしてるから、すごい持ちやすいです。こっちにミックス味噌で、こっちは今切らしてるんですけど、赤味噌は入っています。このケースはニトリのケースになっています。M の浅型、S の浅型、S の深型、で、これは M の深型ですね。持ちやすいです。ただ最近ね、ダイソー行ったらこういうクリアタイプでめちゃくちゃ似てるケースね、新商品で出てたんで、ニトリのちょっと高いなと思う方は、ダイソーのもいいかもしれない。使ったことないんですけどね。このね、S のね、浅型はすごい使いやすいです。ジャムとか、瓶類を入れるのにちょうどいい。カンカンとかね、残ったやつとか入れるのもいいし、豆腐とか納豆とか入れるのもいいから、これはめちゃくちゃ使いやすい。ちょっとね、M サイズはね、若干使いにくい。ここは今漬物とか豆腐入ってますね。深型の M はね、ちょっと使いにくいです。深型の M 使うぐらいだったら、ここフリースペースにするか、M の浅型をね、2個でも良かったかなと思いました。S の深型は割と使いやすいけど、これもね、浅型でも良かったかなと思いました。これはセリアの引き出しケースです。ここにね、卵を入れています。だいたい卵普通の1パックとプラス2個ぐらいの卵を入れることができます。結構取りやすいしね、これ気に入ってます。で、ここは作り置きとか入れるとこですね。で、下のスペース。これもニトリのケースで、こうカンカンがね、なくなってくるとコロコロって前に落ちてくるから取りやすくなるっていうやつですね。で、ここはお鍋とか、あとケーキだったりとかホールで買った時に置くようなスペースですね。ここには今でもオイシックスのキットが入っちゃってます。で、ラスト一番下のスペース。これはさっき紹介しましたね。今これ薬入っちゃってるんですけど、ちょっと使いにくい。やっぱり蓋があるとね、使いにくいですね。で、これは冷えピタ、セリアのケースですね。まあ、その名の通り冷えピタが入ってます。よく使うもんじゃないんで、これはね、そんなに不便じゃないです。ずっとこの感じで使ってます。で、これちょっと前の購入品で紹介したダイソーのバターケース。こうカットするやつがついてるんですけど、これ使いにくいからあんまりおすすめできないかも。今ここにつけてみました。トレイの下につけるとちょっとトレイが浮いてしまうので、ないところというかトレイをなくしてつけました。強く引っ張ると若干取れてしまいますね。ゆっくり開ければ大丈夫です。これは普通にこうクリップごと取れます。冷蔵庫で保管するお薬を入れてみました。ここに物を置いた時に奥に置いたものが見えないからちょっと不便そうですね。つけるなら1個とかのがいいかも。これはちょっと他のとこで使いたいと思います。ここに入っていたものは反対のポケットに移しました。結構がっちりとはまりますね。こんな感じで前と後ろで分けることができます。向きを変えてみます。
簡単に取れますね。はめ込むだけです。ここにチーズとかそういったものを入れる感じですね。袋とかに入ったちくわとか、あとこういったものとか、あとすりごまとか、前はねすりごまフレッシュロックに詰め替えてたんですけど、最近もうめんどくさいからこのままです。あ、こういう感じに入れとくの良さそうですね。これは幅が狭いから1個しか使わないですね。なくすといけないから反対側につけときます。こんな感じ。今冷蔵庫収納に使ってますけど、他の収納にも使えそうですね。ファイルボックスにつけて封筒を入れて、こういったね印鑑とか入れるのにも良さそう。メモ帳とかのりとか細々したものを分けるのにも使えそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。